こういうふうな、ね、あの塩がすっとかぶるところはいろいろな植物は入ることができないですね。もう土もないしね。だけどもこういうところだからこそ喜んで生えてる植物もある。でそれのね、うん、代表の一つがこの草です。この草は見てください。こんなに岩何にもほら土がちょっとしかちょっとかな、うん、本当にね。しかも今からこんな伸び出してます。でもね4月ぐらいになるとこんなに大きくなってね花が咲く。だからこのほら15センチぐらいの高さですよ。だから今ここのところあったかいんですよね。岩のところで太陽で温められて、意外と夜の寒さはじっと耐えられるのね。それで日中のあったかさの恵みでキュッと伸びる。それでこれはね夏になると枯れちゃう。というのは夏前にもう4月に花が咲いたらすぐ種を作って、夏前に種を散らしてね、今度は8月はね暑すぎるんです。こういう植物なんでここにいられない。だからその時は種を飛ばしてね、こう上も枯れてね寝てしまう。こういう風なね、これは、あんまり他にはない植物ですよ。岩大劇と言いますね、石目なのね。岩大劇、大劇というのはね、そのこの茎が伸びて花がついたところがね、昔の岩大劇っていうんだけどね、昔中国でやったね、その槍の先のような格好してるというんだね、劇とか起こった、そんなような格好してるというんでね、岩大劇って言うんですけどね。だから茎がぐっと伸びてね、上にこう三日月のようなね、おかしなものがいっぱいつくんですよ。ね、どんな色の花なんですか？黄色です。黄色。ただね、面白いのはね、花はね、ほとんどね、花とわからないような花です。小さくてね、雌しべと雄しべだけ。その代わり、その下の葉っぱがね、花びらの代わりに黄色く目立つようになる。そういうね、すっごい変わった植物です。岩大劇ね、大劇ね、面白い。それからね、こうやってほら冬うんと寒い時からこう頑張ってここの環境をうまく使ってる、うん、で夏の厳しい時に芽という階段植物ですよね、うん、それから冬の間はやっぱりね寒いから休もうやっていうのはそこにいる、うん、この人ですよ、この人。同じ場所だけどね、私は全然別な生き方をするよってのはこの人。枯れてるんじゃない。枯れてるんじゃないんですよ。でこれはね、ハマゴーって言うんですよ。ハマゴー、ハマで行くぞ。ハマゴー、ハマゴ、ハマゴ、ハマゴでね、もともとはね、ハマハウという名前だったんです。それが浜ゴール。それは見てください。ほら、浜でね、地面が張ってる。ね、これ枝ですよ。枝ずーっとね張って、これを見てください。これ全部そうです。それで今塩をかぶったりして、冬寒い時はこうやってこれは寝てる。それでね、やがてね、こっからね、スーッとこれ出して、たくさんの葉っぱをつけて。6月くらいに綺麗な花、一面にお花畑になる。葉が出始めるのはいつ頃ですか？もう間もなく、その、3月の末ぐらいから出ると思いますね。だからこれみたいにね、冬はしっかりとこう寝て、この春が来たらやっと伸びるというのもあるんですよね。まだ他の、なんですよ、こういうところ、独特の生き物はね、はい、まず一つね、これ。これまたね、ここの海辺だけの植物でね、さっきほら大根、浜大根見たでしょ。あれとよく似てるの。だけどこっちは浜大根だよ。これちょっと、さっと触ってください、さっと。さっと触るんだよ。すごいトゲが生えてくる。すごいトゲでしょ。なんでこんなトゲがあるのかね。ほんとだ。葉っぱじゃないみたい。それから見てください、この触るの大変だけども厚い硬い葉っぱでね、でほらピカピカしてるでしょ。でこれもほら
ね、大根もこっちは大根ですよ。大根と同じに、ね、こう地面にペタッと張り付いてるのね。こういうのをね、カタカナでね、ロゼット葉って言うんですよ。この茎の真ん中からね、こう放射状っていうのがね、周り中にこういう葉っぱを広げて地面にペタッとくっついてるのロゼット葉。それで冬の間これで冬を過ごす。あ、痛いでしょ、うん、先生、この形のことをロゼット葉。この全体のこう形をね、そういう葉っぱの形を、つまりそのもの、これはね、植物の名前はね、これ浜に生えている、これも浜しか生えない、浜アザミって。浜アザミ、浜アザミね、痛そうだ、痛そうで。そしてさ、さっき言ったでしょ、海岸の植物はギザギザが鋭くなるの、これの極みですよ。これなんでこのギザギザすごいなのね、やっぱり硬くなるのが一つかも。それでこれ見てください、ね、海岸の植物は葉っぱがね、毛が少なくなるのが一つ特徴。で、もう一つの特徴はね、毛がいっぱい生える。だから同じところに生えてるのに、さっきのようなほら、上の緑で買った子はね、卵はつるばっかりですよ。同じところに生えてるのにね、ある植物は毛が何もなくなる。ある植物は毛がいっぱいになる。それはね、セーターを着てね、乾燥を防ぐためじゃないかと思います。それからピカピカのやつはね、紫外線を跳ね返す、うん、で、このような浜アザミは両方やるんです、うん、これと面白いね。今はね、ピカピカしなくて毛が生えてる。夏になるとね、ものすごい毛だらけになる。こうやってね、やっぱり夏の方が熱気が強いのかもですね。それともう一つ、さっきほらカジイチゴがね、トゲがなくて緑の葉っぱあったでしょ。これがまた面白いんだよ。見てください、真っ赤な葉っぱ持ってるんです、うん、で真っ赤な葉っぱ持ってるんです。それからね、おしばにこれはね、ここ、これよく見てくださいよ、少しトゲがある、うん、さっきのカジイチゴにちょっと似てるけどもね、トゲがあって葉っぱの色が違って、もう一つなんだから、葉っぱの形がちょっと違わない、うん、こっちの方が小さい優しそうでしょ、うん、でこれはね、二つ面白いことあるの、これ。すごくな、僕もつくっく面白いと思ってるんですけどね、真冬になると紅葉するんですよ。あ、どうして真冬になると紅葉するのかね、秋じゃないよ、今冬だもん。最初によく見るらしい。これはどうしてだと思う？どうして真冬なの葉っぱ？これはね、赤外線、太陽の熱からあったかい赤外線を取ろうと思ったの。そうすると冬でも光合成するんだ、これ。ね、だから真冬にね、意外と赤くなる、葉っぱを赤くする植物ってあるんですよ。これはこの少ない紫外線をね、取ってね、光合成、それから温まってるわけですよ、ね、で海岸というのはね、山の中ではめったにできないような雑種がしょっちゅうできる場所だ。それはね、やっぱりここね、気候がすごくいいから、夏の植物が秋遅くてもね、花が咲くことある。そうすると秋の植物の花とこう重なるの、花の時期がね。そうすると本当はさ、山の中だったら花の時期が違うんだけども、ここが重なるから、そこでね、雑種ができる。その例です、これね。これトゲがあることもちょっと見てください、これここにありますよ。それでね、もう一つここに雑種があるんですよ。これは、僕たちが調査のとこに時に見つけたんだけどね、これはね、グミの木という植物あるんですよ。これ実がなってる。こういうのね、少しかじってみる。だけど、かじって渋いよね。これでね、またルーペある方、ちょっと見てください。この植物面白いの、実のところに、毛がいっぱい生えてるけどね、毛がね、面白い毛なんだ。ね、鱗片葉って言ってね、平たいね、星みたいなやつが、ピタッとくっつけないかな。食べられる。だけど食べると、たくさん食べるとお尻がうんちが詰まってしまう。1個くらい食べてみよう。
それで雑種になると普通は種ができない。だけれどもこの雑種種ができるから実がついてる。この味を覚えてるという。僕の子供の頃よく食べた。どう？これ食べない。もっと赤いの。赤いこれ。これね。こっちにも。それとか。たくさん食べちゃダメだよ。ちょっとだけだよ。ちょっとだけ。ガオト。ちょっとだけだよ。ちょっとだけ。どうだ。桜も見てあるけどもだんだんなんか変なもの残るでしょ。渋い。すごい渋いね。渋っていうのがあるんだよ。ね、あれ水筒ありますか？ちょっと水で、はい、水飲んでるかもしれない。さあ今度はね、太陽の光で葉っぱの形を変える植物がある。名前はね、ふになってここに落とす。トベラという。トベラ。トベラね。トベラ。トベラというのは、昔はね、扉の木っていうんで、この木ですよ。この木、ここにはね。これも海岸にだけ生えてる木です。それで、昔ね、この枝を扉のところへ刺すと、その鬼が入ってこれない。魔除けになる木だ。でね、扉の木というのが、だんだんなまって、トベラって言うんです。トベラ。これも本当に海岸にだけある木だから、このね、潮風にすくってるんですよ。で、見てください。ほら、さっき言ったように、葉っぱがピカピカしてるでしょ。触ってください。硬い。ね。それで、もう一つ特徴があるんだけど、葉っぱがピカピカしている硬い、もう一つ特徴ないかないかな。そうだ。こういうふうに巻いてんだ、裏に。ね。どうしてこの巻いてんだと。夏になると熱がこもるんだ、ここに。熱がこもるのをさ、こう風をうまく通して冷やすようになってるんです。というのは、こう巻いてた方がね、風がよく通る。ね。というのはね、こういう断面を見るとね、これは理屈ですよ。これは実験はまだしてない。私が頭の中で考えただけだけどね。ここの上を通る、ね、風の速さと、下を通る風の速さが変わってくる。で、上の方が速くなる、ね。そういう差によって、上の方が冷やされるとかね、葉っぱが全体冷やされる。で、飛行機と同じですよ。飛行機の羽こうなってる。あれは飛行機の羽はこれによって浮力が大きいんだけども、こういうことによってね、ここにうまく流れを作ってるね。もう一つはこういうことによって、その、乾燥を防いでるんです。というのは、葉っぱの裏に穴がたくさん開いてるの。で、葉っぱの裏の穴から、ね、この水蒸気が出てくるんですよ。植物のね。で、こうやっていくことによってさ、太陽はこっちだからね。少しでも蒸気を、ね、乾燥するのを防いでるんですよね。この植物がね、よく見るとこっち来てください。これ同じ木なの。あ、違う、ほら。これ同じ木だよ。全く同じ種類ですよ。同じ木でこうなるの。どうしてこれはこんな格好して、そっちのやつはこんな格好するの。それから色も違わない、うん、そっちの方がちょっと黄緑っぽくて、こっちの方が緑が濃いんだ。で、ね、葉っぱ広いんだ。で、平らなんだ。なんでこれこんなの、なんであれこんなの、日が当たると太陽の当たり方。太陽なんですよ。太陽と風なの。それで一番はね、向こうの方は太陽向き出しに当たってるでしょ、うん、これはほら、上の方に違う木があるから、ね、日陰になってるの。日陰になってるから太陽の強い光来ないの。それでこうなる。太陽の強い光が来ないから、緑色を濃くしないと、光がやってきてくれないの。ね。それから、ここへ来ると、あんなに乾燥しないから、葉っぱ広い方がいいの。葉っぱ広くなる。で、太陽のように、こう、直接相対してる葉っぱを太陽の葉っぱ
ヨウヨウと言います。でこういうふうにして日陰にある葉っぱを影の葉っぱ陰葉って言うんです。で一つのこれはたまたま木が違うけども一本の木でも、ね、太陽のところに出た枝と日陰になった枝では葉っぱの格好が変わってくるんです、うん、そしてこの能力も変わってくるんですよね、うん、でそういうふうにしながらこの海辺とこの海岸端で生きてる、うん、これはすごい面白い木ですよね。トベラの木、トビラの木だ。